なこと考えたらダメだって分かってるんだけど、産まなきゃよかったって思っちゃうのが辛いの。は？何言ってんだよ。産んでから言うなよ。命だぞ。皆さんこんにちは。本日はもしも産後うつに悩む女性と理解できずにその場を離れる夫の姿を見かけたら、人々がどのような行動をとるのかを見ていきたいと思います。早速ご覧ください。聞いてほしいんだけど、うん、私最近あの子が泣くとうんざりしちゃって、可愛いと思えなくなってきて、どうしよう、こんなんじゃ母親失格だよね。寝てないからそういう考えになるんだよ。最近ご飯まとめ食べてないだろ。でも寝てる間にあの子に何かあったらどうしようって思ったら眠れなくて。気にしすぎだって。寝てくれないとこっちも困るよ。最近大変とか疲れたとかで家のことも雑になってるし、俺も仕事で家のことあんま手伝いできないから、自分の調子は自分で整えてもらわないと。こんなこと考えたらダメだって分かってるけど、産まなきゃよかったって思っちゃうことが辛いの。はあ？言うなよ、命だぞ。分かってるけど。そんなこと言われても困るよ。俺も娘も傷つくし。ごめん。違うの。私はただあなたにも気持ちを理解してもらいたくて。わかんないよ。そう出てくる。大丈夫？聞いちゃってごめんね。いや、旦那の言う通りなんです。私自分のことも家のこともまともにできなくて、ちゃんとしないといけないのに。自分をそんな責めないで。私も大変だったもん。その気持ちすごくわかる。彼に自分の気持ちを伝えたかったんだよね。そうだ、彼以外に相談できる人がいない？いや、子育てもできないダメな母親って思われてしまうんで。そんなことないと思う。そういう気持ちになってるお母さんたくさんいるよ。知ってた？いや、一人目なんだよね。はい。最初はわからないことだらけだもんね。不安になるのわかる。休む暇もないもんね。今はお母さんとか周りの人に手伝ってもらうこと考えた方がいいと思う。でも何でもかんでも一人で解決しなくていいんだよ。家事も育児も 60% ぐらいでいいと思う。彼にもちゃんと手伝ってもらって言った方がいいと思うよ。私も本当に何て言っていいか分かんないけど、彼が戻ってきたらちゃんと自分の気持ちを伝えてみて。私この店にまだいるから、何かあったら手伝うから呼んでちょうだい。頑張って。ありがとうございます。ね、どうして先ほどの女性に声をかけてくれたんでしょうか？育児は夫婦の問題なのに彼女だけが抱え込んでいるように見えたから、うん、どうにかできないかと思って。あ、なるほど。あとなんかさっき彼女女性の方をすごくなんか理解されてた、気持ちを理解されてたような気がしたんですけど、何かその育児を経験されてたとかってご経験ありますか？はい、私も子育てをしていましたが、娘が最近
子供を出産したばかりで、あ、そうなんです、はい、あの同じような悩みを抱えていたので、はい、あのちょうどリアルなんですけども、娘と同じことをアドバイスしてみました。 ありがとうございます。そうだったんですね。あとその彼女さんがあの旦那さんにあの話を、まあ、するのを手伝うっていうことを聞こえてきたんですけど、はい、まあ、それにはどういう思いがあったとかっていうのはありますかね。そうですね、人に気持ちを理解してもらうのって難しいと思うんです、はい、特にあの夫婦となると主観的な意見で反発しやすくなっているし、なのでもし彼女がうまく伝えられなかったら第三者から伝えてあげることで気づきが生まれるかなと思って、それであのたまたま居合わせただけなんですけども、あの彼女がこの店にいる時間だけでも頼れる存在がいるって安心できればいいなと思って、はい、 ありがとうございます。その先ほどの女性の気持ちをなんか本当考えてくれて、あの行動してくれたっていう感じですね。ありがとうございます、はい、あと最後にあの視聴者の方いらっしゃるんですけど、何かメッセージというか、あとまあこのような悩みを抱える女性になんかメッセージというか一言なんかお願いできればと思うんですけど、何かありますか。はい、さっきあの彼女にも伝えたことなんですけども、一人で何でも抱え込まずに、頑張っていってほしいなと思います。で自分はあの 60% くらいの力で頑張れたら合格だと思っていいと思っています。あとはパートナーやあの協力できる人にお願いすること、うん、あとは頑張りすぎないで、あの前向きに楽しく子育てをしていってほしいと思います。 ありがとうございます。まあ、誰かに頼ることが大事っていう感じです。そうですね、はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ご協力いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あの聞いてほしいんだけど、うん、私最近あの子が泣くとうんざりしちゃって、可愛いと思えなくなってきて、どうしよう、こんなんじゃ母親失格だよね。寝てないからそういう考え方になるんだよ。最近ご飯もちゃんと食べてないだろ。寝てる間にあの子に何かあったらって思うと眠れなくて。気にしすぎだって。ちゃんと寝てくれないとこっちも困るよ。最近疲れたとか大変だとかで家事も雑になっちゃってるし、俺も仕事でいろいろ大変だから手伝えないし、自分の調子は自分でどうにかしてもらわないと。でも こんなこと考えたらダメだって分かってるけど、産まなきゃよかったって思っちゃうことが辛い。はあ？ねえ、命だぞ。分かってるけど、そんなこと今さら言われても俺も娘も傷つくし。ごめん、私はただあなたにも気持ちを理解してもらいたくて。しばらくはかかると思います。今お子さんって生まれてどのくらいなんですか？3ヶ月くらいです。あ、今日は親がたまたま2人で出かけてこいって。
全然何やっても泣き止んでくれないんです。寝かしつけもうまくできなくて、この子には私じゃダメなのかなって思って。わかる、すごいわかる。私もそうだったから。なんかもう全然思い通りにいかないですよね。でもそれ普通だから、赤ちゃんってそういうもんだから。あなたが悪いとかじゃないから大丈夫。そうですかね。そう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 。それにね、赤ちゃんってすっごい早く成長するの。もうね、びっくり、状況どんどん変わっていくから。あ、だから、例えば今日こうあやして全然寝つかなくても、意外と明日それで寝ちゃったりするから、全然大丈夫。そういうもんですかね。うん、そういうもんだよ。うまくいかなくて当たり前なんだからね。うん、そう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 。だから大丈夫、ほら肩の力抜いてね。もし本当にダメだったら病院に行っても大丈夫だからね。はい。あ、あと旦那さんにはもう子育ても家事も一人じゃできないって言い切っちゃって。そうですね。そう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 。ちょっとやってみようかな。じゃあちょっと旦那さん戻ってくる前に戻るから。頑張って。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。大丈夫。どうして先ほどの女性に声をかけてくれたんでしょうか。どうして、はい、どう、いやもうあの状況で一人にされちゃってたらもう私かけるしかないですよね。だっていや、ね、だって旦那さんって一番なんだろう、一番理解してもらいたい人なのに出てっちゃったらもう話す当てがね、うん、ないだろうから、なんか、ま、ちょっとちょっとだけでも、ちょっとだけでも、あ、じゃあ本当に女性の方を気持ちを理解して行動してくれたっていう、かわいそうだな。ありがとうございます。あと、まあ、育児経験されてるって感じですか。はい、そうそうです、うん、だから共感してくれたって感じですかね。そう、うん、共感、そう、うん、私すごいお気楽なので、はい、そうだから旦那さんにもあれやってこれやってってすごい言っちゃうし、赤ちゃんってほらもう泣くのが仕事って思ってるから、だからそこまで共感っていう感じではなかったけど、でももうもっと明らかだから、もっと肩の力抜いてってそう、うん、伝えたかった。すごいね、ああ真面目な人だったから。そう、肩の力抜いてって、うん、なるほど。そう、なんかそのちなみにその肩抜くっていう言葉今聞いたんですけど、なんかまあ多分知りたいと思うんですけど、なんか適度に手を抜くコツというか、なんかそういうのってあったりしますか。コツ、はい、コツか、もう私もう自然にやっちゃってるから、もう全部頼っちゃってるからコツ難しいな。でもあ、一人でやらない、もう一人でもできないと思ってるから、はい、そう、一人でやらないっていうのは、はい、なんか心がけてるかな。うん、はい、もう誰かに頼る、もう頼っちゃう、頼っちゃう、全部頼っちゃう、頼られてますか。もう全部みんなにやってもらってる、はい。あ、みんなやってもらってる。どっちかっていうと、そう、もう主人とか、あとその主人のお母さんとか実家の母とか、もうみんなに全部やっちゃってもらってる。わかりました、ありがとうございます。なんか最後に、はい、まあ、このような悩みを持つお母さんとか、まあ視聴者の方いらっしゃるんですけど、何かメッセージというか一言いただきたいなと思うんですけど。視聴者の皆さんか、メッセージ、そうですね、なんか、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、はい、うん、もう本当に気楽に、気楽にもう力抜いてやってもらいたいなって。あ、でも、なんだろう、抜きすぎて、なんていうの、ネグレクトとか、なんだ、育児放棄とか、そこまで気は抜いちゃダメですけど、はい、でもそうだな、もう赤ちゃんなんてね、泣くのがお仕事だから、もうそんなに考え込まないで気楽に考えてくれたらいいかなと思って、うん、で自分をいたわる、自分にご褒美はもうすごい大事だし、はい、周りに頼るのも大事だし、もう一人でやらない、もう絶対一人ではできない、うん、から周りに頼る、
あ、でもさっきの人みたいにあれですよね、できないんですよね、それが。なかなか頼れないっていう。だから休むのも仕事、休むのも子育て、うん、もうそう思って気楽にやったらいいと思います。気楽に、はい、まあ、赤ちゃんのことも考えつつ自分のことも考えつつっていう感じですかね。そうです。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。すいません、ご協力いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。